皆さん、来てくださった皆さん、配信で見てくださった皆さん、ありがとうございました。じゃ、ネギ畑見えました。多かったな。遠いところから皆さん来てくださって、窓閉めよう。優しさの重さずっと待ってた。ありがとう。私もずっと披露させていただきたいと思ってたのでね。優しさのさ、よかった、ありがとう。話題出したのは軽くに合わせてた。違うよ、だってさ、なんかみんながさ、多分ちょっと期待してたと思うの、コンサートでやらないかなって。だ、多分話題に出たの、私がわざわざに合わせたわけじゃない。全然輝いてた。嘘嘘、いい写真撮れました。ありがとう。嬉しい。カラーガードもうまかった。あ、旗のやつか。あ、バトンが役に立ったかな。ライトとかあって、意外と山台が細くて難しかったんだけど。いや、なんか独学。
つい。きついよね。きついよ。アナちゃんと顔見合わせて苦笑いじゃないよ、普通に笑ったんだよ。コンサートは楽しかったけどさ、やっぱり私ってさまだまだなんだね。きつい本当に。いやなんかね、配信でこういう話するべきではないと自分で分かってるけど、本当にきつい。昇格発表がなかったからそれはもう知ってた。ないのは知ってる。だから前日とかいい発表があるといいなってみんなが言ってくれるのもすごい嬉しかったけど、ないよってなるし、なんか帰ってアーカイブとかのコメント欄とか見てもコメントとかも結構そういうことを言ってくれる人がいっぱいいて、ないよって研究生講演何も聞いてません、ありません。なんかここ 3,4 ヶ月ぐらい早く昇格させてもらいたいなとか認めてもらいたいなって思って講演頑張ったりしてたんだけど、もう頑張れない。きつい。
なんか追いつこうって前回の昇格発表の時にみんながなんでポキちゃんはって言ってくれたみたいに私も頑張ろうって思って追いつこうとしててもやっぱりね壁が2人派の時から だってそうしたらさ誰もが思うじゃん次のエースは昇格した3人だとか NGT になっていくのは3人だってなるよね当たり前だよそんなのそうだし実際ネガティブになる。不細工だし、ファンの数は全然ダメだし、パフォーマンスも特に秀でてないし。喋れるかって言われたらそうでもないし、そうだよねって。ネクラだもん。頑張り方が分かりません。
すい。寝ようかな、もう。どうなんだろう、それってね、実際のところ。山田からさ、関メモワさんのパフォーマンス見てて、つらい。いやもう、日向さんとあの憧れの衣装着て踊りたかったなとか思うし。もうしょうがないけど。
そうなの、明日も仕事なんだ私。ここ半年必死だったんだよね。多分ゆう今日さ、壇上読めないからさ、スクショしとくね。私だからずっと悩んでるって言ってたんだよね。